リビューオペラ栄光の彫刻リビューオペラ床からのバルコニーの眺め20フリブニャ紙幣の裏側の劇場リビューオペラバレエ劇場はウクライナのリビューにある劇場正式名称はウクライナリビューのソロミアクルシェルニツカ国立化劇場劇場ロビーの碑文によるとこの建物は1897年から1900年の間に建設され 歴史のいくつかの変化の間ずっと経っていた。もともとリビューがオーストリア・ハンガリー帝国のガリツヤの州都であった時、建設され、リビューオペラ最初の終わりに立っていた大公、カールル・ートビヒゴニグランドシアター、そしてソビエト統治時代には入場した常連客は、ウラジミール・レーニンのソビエタツ像のそばを通り過ぎた。40年間、この劇場は、イヴァン・フランコリビュー修理図。 オペラ・バレエ、アカデミック劇場として知られており、1956年に、市の有名な詩人であり政治活動家である、イヴァン・フランコの生誕100周年にちなんで改名された。2000年、リビウカ劇場は、20世紀初頭の有名なソプラノで、市内出身の娘の一人であるソロミア・クルシェルニツカにちなんで名前をつけて100周年を祝った。建築家、 ジグムンとゴーゴルスキーのリビューオペラの計画19世紀の終わりに、地元の指導者たちは、ガリツヤの州都に大歌劇場を設置する必要性を感じていた。1895年、リビュー市は設計コンペを発表し、多数の応募があった。独立した審査員が選んだの設計は、ベルリンの建築アカデミーを卒業し、市内のエンジニアリングアカデミーのディレクターを務めていた。 ジグムンとゴーゴルスキーの案だった。ゴルゴレフスキーは、このエリアが、すでに密集しているにもかかわらず、街の中心に建物を配置することを計画して、審査員を喜んで驚かせました。空間問題を解決するために、彼は、大胆にポルトバ川を地下に封じ込めることを提案し、伝統的な基礎を使用する代わりに、ヨーロッパで、 初めて鉄筋コンクリートの土台を利用した。1897年6月、基礎が置かれた。ゴーゴルースキーは建設、土工、設計を監督し、市内及びそれ以降の主要な石膏を採用した。可能な限り地元の素材を使用したが、大理石の要素はウィーンで製造され、ホワイエで塗装するための特別な理念はベルギーから輸入された。ステージの油圧機械は、 オーストリアの会社シーメンスによって建設されたが、電気配線や照明は、ポーランドの鉄道工房会社のその子が受け負った。建設は3年間続いた。建設資金は、市、周辺のコミュニティ、自発的な寄付から来た。費用は、合計240万、オーストリア・ハンガリークローネだった。ゴルゴレフスキーが、建物の基礎を構築するために使用した。 技術革新にもかかわらず、トンネル内を流れるポルトバ川のためにゆっくりと沈み始めたという話が残っている。1903年7月、ゴルゴレフスキーは心臓の大動脈の麻痺で突然亡くなった。ゴルゴレフスキーの革新的な設計により、建物は最初の沈下の後は沈むのをやめ、今日まで安定している。 リビューオペラバレエ劇場は1900年10月4日に正式にオープンした。文化的エリートがオープニングフェスティバルに参加した。リビューオペラバレエ劇場、リビューオペラバレエ劇場はネオルネッサンス様式とネオバロック様式の形式と詳細を使用して古典的な伝統に基づいて建てられている。アール・ヌーボーの要素もあります。多層の行動とホワイエの壁と天井の スタッコモールディングと油絵は、それを豊かなお祝いの外観にします。オペラ座の印象的なファサードは、多数のニッチ、コリント式の柱、ピラスター、手すり、コーニス、彫像、レリーフ、スタッコの花輪で豪華に装飾されている。正面玄関の両側のニッチに立っているのは、アントニッパピールとタデオスズバーアックスによって彫刻されたコメディと悲劇を表す。 空話的な人物である。ミューズのフィギュアはコーニスの上部を飾る。建物には栄光、し音楽を象徴する大きなブロンズ像が飾られている。内側と外側が美しく装飾された劇場は19世紀の終わりに西ヨーロッパの彫刻と絵画の成果の中心になりました。内部の装飾は当時最も有名なポーランドの芸術家の 何人かによって準備された。その中には、スタンニスロー・オイ・チク、ジュリアン・マーガウス・キーヌ、タデウス・ウィズニー・ウトスキー、タデウス・バラックス、ピートル・オイテビッチ、ジュリス・ベルタウスキー、アントニ・ポピール。インテリアを飾る画家の中には、タデウス・ポピール、スタンニスロー・リジシャル、スタンニスロー・ディビキ、スタンニスロー・カチャー、バタウスキー、マルセーリー・ホリシーマ・マウィッチ、 上記のアーティストが監督したチームには、アレクサンダー・オーガスタ・イナウクス、ルードビック・コーラー、ボラリー・クライシンスキー、ヘンリック・クーン、エドワード・ピーチ、ジーグムント・ローズダウスキー、タデウス・リボカウスキー、ジュリアン・ズーバー。メインのカーテンは、ヘンリック・シェミラツキによって装飾された。ありがとうございます。